サラーマ・ムーサは1920年代のエジプトのジャーナリスト。科学と文化で多岐にわたる知識を持ったことで知られる。ムーサの著作は今でも読まれ続けている。ザガジグのコプト教徒の家に生まれた。1908年、ムーサはヨーロッパにわたって文学、哲学、社会科学、自然科学を学び、以後もこれらについて研究を続けた。ムーサは アラビア語エジプト方言、いわゆるアンミーアの普及に熱心だった。当時のエジプトの書き言葉は、標準アラビア語であるフスハーであり、演劇などもフスハーで行われていたが、エジプトは非アラビア県との交流も多く、口語と標準アラビア語にかなりの差があった。そのため、庶民には読み書きできないものも多かった。そのため、ムーサをはじめとする文化人の一部は、 公語をそのまま書き言葉とするべきだと主張し、特にムーサはこれに対して保守的な意見の人と激しい議論をしている。ムーサの持論は単に識字率の向上にとどまらず、エジプト人の社会改革を目指したものだった。なお、エジプトの公用語は現在でもフスハーであり、公語の正式化については、今でも議論がある。 新聞など、文字言葉はフソハーであるが、テレビやラジオでは、アーン・ミーヤが使われる。ムーサはかつて、ノーベル文学賞を受賞した、エジプトの作家ナギーブ・マフ・フーズに、君には、才能があるが、エッセイは、今一つだとアドバイスをしたこともあり、マフ・フーズはそれを機に、エッセイの話題を慎重に選ぶようになっている。彼の自伝である、サラーマ・ムーサの教育トルビア・サラマ・ムーサは、ターハー・フセイニア。 アフマド・アミーンの自伝と並び、近代エジプトの文学史上、屈指の名作と言われる、ムーサは重病により、1958年8月4日に死去した。ありがとうございます。